さて、始めるとするかね。援軍進撃、今川から駿河をもらうよ。親方様が志す王道が来る。この戦、負けられない。勝頼、本陣守備の大役任せたよ。はっ、しかと務めてみせます。元なき今川など武田の敵ではないわ。我らはこれよりは武田の将として戦う。藤真様、お許しあれ。よい、お主らまでわしを裏切ると。なぜじゃ。いいけ、家君、中を働く者、断じて許すまじ。開門。あの者らを撃たせるわけにはいくまいぞ。寝返りは敵の士気を削いだはず。あの者らと共に一気に今川を破るぞ。わしらも信玄様にお味方するぞ。さらに寝返りか。条約の受けの内からいささか逃げるし、しかもつい先日刃を交えた者どもとは、あまり当てにするべきではない。家臣は寝返り、武田は勢い盛ん。立てるはずがないの。思った以上に脆いな、今が。他者として名をなそうと崩れる時は一瞬か。ここは私が守りますゆえ。平凡、勢いに乗って中央の敵を崩そうかね。これが武田の姿か。でも北条は同盟に従い、今川をお助けします。開門。やり遂げます。来てくれたか。やはり北条は、いや天は今川を見捨てぬ。総理条件変更。攻めやすくなるね。武田の息
きの根を止めてくれるわ。北条綱重参る。ごめんなさい。地王八幡、北条綱重のご登場か。厄介なものを連れてきてくれた。あのようなものに勝てるはずがない。やはり今川に。やり遂げます。開門。北条の援軍はあらかた叩いた。残るは今川館の。伝えるべきはやはり今川。我らは氏真様に誠心誠意お仕えいたす。やはりあの程度の連中か。このままでは勝頼様が危ない。氏真様はわしらがお守りする。武田め、ね、ここは通さぬぞ。不死の者たちが殺されるなんて。けど私一人でも今川を守り抜かなきゃ。足を阻めると思うてか。面白い。かかってまいれ。助かった。本陣は守り抜けそうだ。という無様な。足りおる。見事よな。なんという無様な。見事。さらに精進せよ。レオン、来いよ。地獄への上昇に進む。しておったか。よい、敵将、ここに滅した。これでは舐めすぎず。氏真様、申し訳ありません。足を救われたか。この程度では信長は満たされぬ。駿河攻略おめでとうございます。いやいや、
浮かれてはおらねん。北条がこのまま黙っているとは思えないよ。北条とて親方様の王道を阻めはしません。断じてさせません。